ジャンタです。では第2章の5話いきます。よいしょ。こんにちは。大事だろ。あ、ルーキーもなんていうか相変わらず悪くないけど地味な顔だね。そうですか。私は好きなタイプの顔ですよ。エアガンの標的としてですが、面白くないな。もっと美少女とか美女とかそういうの仲間にしてこうよ。男じゃつまんないよ。見た目や性別は共感指数に関連しませんから。そんなことよりこちらの事情は分かっていますね。早速捜査に。ああ無理無理、私まだここでバイトしなきゃ。 What？ 今月さ割とピンチなの。妹と弟に新しい靴買ってあげたいし。アコライツと戦うのが面倒だからではなく。それは否定しないけど、ガチでバイトだから。私貧乏なの知ってるでしょ。まあそれなりに。次のイベントまでに新しいコスも作りたいし稼がないと。何が悲しくて私が水着でウェイトレスやってると思ってるの。では合流はなしですか。ソンシャンは行くでしょ。ジョークイーター、カモン。呼びました。あ、目がけリカさん。誰でしたっけ。初見？前に一度会ってますね。スマホ越しでしたが。じゃあちゃんと紹介した方がいっか。こいつはソンシャン、コードネームはジョークイーター。中国からの留学生。スパコンの研究だっけ。そうですよ。ついでに言うと趣味はサーフィンとホラー映画です。ソンシャン、あなたは捜査に加われますね。いいけど、その前に一つ。その新米さんの腕を知りたいな。ゾンビ映画ではチームワークが大事だっていう教訓を与えてくれる。そしてチームワークは互いを知ることから始まるものですから。ってわけで一戦よろしくお願いしますね。来い、僕の悪魔たち。もうだいぶ育成したんで、まあ普通のストーリーの敵には負けないです。みんな無事だね。なかなかのものじゃないですか。満足されました。もちろんです。これからはよろしく頼みます。それじゃあ私は仕事に戻るから頑張ってね。はい、というわけで第5話終了となりました。次回は第6話でお会いしましょう。それでは失礼します。